い、というわけで岩沢です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。というわけで今日は都内の、ね、ちょっと園芸店だったりとか、あとはねイベントちらほらやってるみたいなので、ちょっとねそっちの方に向かっていきたいと思います。なんかねすごい秋の天気になってきたので、めちゃくちゃ歩きやすいんですけど、ちょっとねひるゆると行きたいと思います。というわけで早速今日も本編始めていきましょう。で今日3カ所回っていくんですが、一番最初はボタナイズさんからスタートです。ハチラボさんの大鉢の展示とその抽選申し込みがねやっているということだったので、まずはそちらにお伺いしていきたいと思います。お店に来るのは大墓のね販売会以来なんですが、店内入っていくと、はい、こんな感じですね。大きな鉢からね通常サイズのものまでありとあらゆるね鉢が揃っておりました。で大鉢のコーナーはこんな感じ。すごくない？こんだけのサイズのね鉢がこんだけの種類数集まることそうそうないんじゃないですかね。伝わってますかね、画面越しで。この大きさね相当大きいですからね。もちろん植物植えてもいいんですけど、もうこれだけでねインテリアとして成り立つというが、室内にね一つ置いておくだけでも印象を変えるようなかっこいい鉢、サッカー鉢がね置いてありましたね。ここら辺とかもいいですね。結構ね何合わせても映えそうな大鉢たち。いかんせんうちはねそんなにまだこんなに大きな鉢に植える必要があるほど大きな植物ね株を持っていないので、今回はねどちらかというとちょっとまずは様子を見に行こうという感じだったんですが、それでもねめちゃくちゃテンション上がりましたね。ここからね普通のというかね通常サイズの鉢たちも見ていきたいと思います。オベサの鉢合わせ相変わらずいいですね。ボタニカルね、ボタニカルのイベントの時もこちら展示されていた気がする。こういう鉢もいいですよね。植物とね鉢の組み合わせがバチッとはまった時の気持ちよさはねこういうのありますからね。そしてまた別の棚にもたくさん置いてましたね。ここら辺ね形いいですよね。アガベとか植えたくなるよね。そしてこのテクスチャーもかっこいい。溶岩っぽいのもいい。でケンクラフトさんの鉢に植わってる白いホリダは可愛らしい。でかいグラキリスにでかい鉢いいですね。やっぱこういう鉢合わせね見るとちょっと大きいのもお迎えしたくなりますね。本当にねいろんな鉢があったので、もうお金があればね片っ端からカゴに入れていきたいって感じでしたね。でお目当ては鉢だったんですけど、せっかくなのでね外にあった植物たちもちょっと見学していこうと思います。すごい、もう圧巻でございますよ。おそらくこれねゴージンポットだと思うんですけど、それに植わってるねパキプスやらコルムナリスやら仕上がってますよね。この左のパキプスとか本当に、そしてホリダもいい。ブレイビカウレも健康状態バチバチ。そしてグラキリスタッチ、どっちかというとね白肌のものが中心に取り揃えられていた印象ですね。それがねもう日光に当たってピッカピッカに輝いてましたね。やっぱり外で植物育てたくなるよねこういうの見るとね。そしてまだ上が実はありまして、屋上にはねビニールハウスがあるんですよね。なのでそっちもちょっとお伺いしようかなと思っておりますと。でね中入ろうと思ったんですけど、出迎えてくれたのはこの未生のウィンゾリーたち。こっからねいくらでも育成によってね形が変わる可能性に満ち満ちた株たちですね。そして中に入ろうとした途端、左手を見るとなんと小さい可愛いオベサたち。これね多分販売はしてなかった気がするんですけど、どれもね形可愛いですよね。そして右にはゾウの木、立派。このゴージンポットに植わったチタノタオテロイたち、またね仕立てもこれ勉強になりますね。めちゃくちゃかっこいいですよね。でまあそれはそうなんですけど、見てよそれよりも、はい、このオベサたちちょっとびっくりしちゃった。こんなにねボタナイズさんオベサ置いてると思わなくて、マジでテンション上がっちゃってるので、こっからブレブレなんですが許してください。それくらいねテンションが上がりました。もうねまずみんなでかいんですよ。本当にねおっきなオベサが並んでて、こんなに一堂でね見ることないんじゃないですかね。このね今左側とか中心に映ってるやつらも本当に高さがねあって、でね高さがあるだけじゃなくて株姿も結構綺麗なものが多かった印象ですね。まさかねこんなに今日オベサにたくさん会えると思ってなかったたのでマジ嬉しい。これとかね三角形のこの木質が綺麗に入ってますよね。この個性派木質形もいいですね。でこの後ねこう30分くらいでずっと悩んでたんですけど、終始にね写せるような絵は撮れていなかったのでここで終わりになるんですが、本当にビニールハウス楽しかったです。
で今日はね、大鉢見ればまあワンチャン満足するかなと思ったんですけど、案の定ね、ハチとオベサ一つずつお迎えしてしまいました。いや楽しかったですね。ボタナイズさん退散します。もうウッキウキですよ、袋なんか見せちゃって。でもね、それくらい本当に楽しかった。はい、というわけで1店舗目は白金で行われていたボタナイズさんとハチラボさんのイベントでございました。大鉢ね、見に行ったつもりだったんですけど、まさかのしっかり買ってしまいましたね。マジで散々びっくりしました。はい、でね、まだちょっと行きたいところがあるので、引き続きブラブラしながらちょっとね、次の場所に向かっていきたいと思います。はい、そして2箇所目ですね。こちらの道見覚えある方もね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。そう、ボタニカルボタニカルイベントがね、開催されていた会場ですね。で、ボタニカルボタニカルさんの店舗もあるので、そちらにお伺いしていきました。楽しみですね。でね、ボタニカルボタニカルさん、ここの店舗から移転をするらしくてですね、ちょうどこの日行った日からかな、セールが開催されているということだったので、ちょっとね、店舗移転前にかつね、セールもやっているということでお伺いしてきました。そして出迎えてくれたのでかい植物たち、これなんですかね、デカパキラかな、ちょっと種類がわからないですが、迫力がすごかったですね。ボタニカルボタニカルさんといえばこのネオン、かっこいいですよね。というわけで店内から紹介していきます。お迎えしてくれた大きな植物たちを横目に気になったのは、左側にあるこのオベサ、またね、まとまりがいいんですよね。そう、ボタニカルボタニカルさんね、結構オベサもね、取り扱ってくれてるので嬉しいんですよね。このハビタットスタイルも可愛い。こっちの株もちょうどいいですね。これ可愛い。とてものハビタットスタイルもいいですね。鉢に植わってるミニミニグラキリス、かわいい。ボタニカルボタニカルさんといえばグッズアイテムたちもね、かわいい、かっこいいの、おしゃれなの揃えてますよね。この銀鉢とかも良かったですね。そしてそのままお隣のフィギュアたち、これね、多分ノットフォーセールだったと思うんですけど、かわいいですよね。でこれですよ、これボタニカルボタニカルというね、ロゴがあしらわれた各種アイテムたち、これがね、いいんですよね。そしてこのタグね、有名どころの開墾植物の種名、学名がね、あしらわれたそれぞれね、色違いのクリアのタグなんですが、どれもいいですよね。黄色のね、ブレビカウレとかすごい合いそうですよね。でちょうどね、新作のアイテムが届いた頃だったらしくて、でさっきまでね、暖色系だったと思うんですけど、この寒色のね、ロゴのタグもまたかっこいいんですよね。ギュッとね、締まる感じがしますよね。そう、こっちのね、黒のクリアもかっこいい。そしてね、この金属製のタグですよ。タグがね、こう中がね、抜かれてるタイプなんですけど、これもいいですよね。しかもね、お値段もお手頃なのがありがたいですね。ベースもいい。このね、アグラをね、まあ、すっごい割引が効いてたので、お迎えしちゃえばよかったですね。こう見ると本当にかっこいいな。おしゃれな店内に満足しつつ、次はね、外にある植物たちをちょっと簡単に見ていければと思います。外はね、特に開墾植物たちが多かった印象ですね。ずらっと並んでおりました。このグラキリスのね、横幅ですよ。どんだけずっしり構えてるんだっていうのもいいし、そのね、左に見えているマクロプスも形が丸くて可愛いね、これね。でここら辺はグラキリスですね。形がね、結構万人受けするというかね、みんな好きでしょこんなフォルムっていうのがね、多かった印象ですね。でさっきね、持っていたタグたちが刺さっていますね。やっぱこれグッと生えますよね。もちろんね、植物も鉢も大事なんだけど、このね、タグも結構印象変えるなというふうに最近気づきまして、これね、めちゃくちゃ見てて勉強になりますね。そして見えてきたデカめのオベサたち、これね、横幅それぞれね、一番大きいのは11センチくらいあるんじゃないかな。で縦方向にもね、長くてかっこいいですよね。で上にあったパキプディウムたちもいいですね。タグが入る。こっちのね、古木のオリーブとかもいいっすよね。このファシクラタマンまででかわいいね。カラのソテツですね。これがディオンエデュレかな。で左側にあるのがアルテンスタイニーですね。どちらも貴重なソテツですね。
そして掘り出す。葉っぱのね、青さがいいですね。そして古木のオリーブたち、もうね、自分の予算お金では全く買えない、お迎えできないので、ただただ見るだけなんですが、やっぱね、このかっこよさありますよね。そしてぐるっと歩いて出迎えてくれたのはこちら、ダブルヘッドのコルムナリスですね。これかわいいね。左側にも太ったコルムナリス。いや、目が肥えましたね。大きなね、袋を一つ携えて、ボタニカルボタニカルタイさんです。はい、というわけで2店舗目はボタニカルボタニカルさんのですね、移転かな、セールに行ってまいりました。結構ね、安くいいものが買えてしまいましたね。まだね、全然次の場所は決まってないということだったので、またね、次どんな場所でどんなね、おしゃれな店舗ができるのか今から楽しみですね。というわけで、またね、次のイベントに行きたいと思います。おそらく本日最後になります。会場は北千住にね、参りましたね。はい、皆さんご存知ボタニカル横丁でございます。12日と13日ね、2日間開催だったみたいなんですけど、今はね、自分はね、12日ちょっとね、遅くなっちゃったんですけど、今から参加していきたいと思います。開催時間ギリギリでね、なんとか滑り込みました。ボタニカル横丁、会場の様子はこんな感じ。もうね、全然動画撮れなかったんですが、やっぱりね、雰囲気がいいですね。神社開催っていうのがいいよね。はい、こちらのフォークイエリアたちね、もうね、開墾部太ってきてて、ここからの成長楽しみすぎるよねっていう株ですね。オリジナル T シャツかっこいい。開墾愛好会さんといえば、このギラウミニアナたちたくさん並んでましたね。このベティフォルメ株姿かわいいよね。大きすぎないのもとてもいい。この動画が上がっているだろう1週間後に開催の木更津 C&S、 こっちもとても楽しみ。そして可愛いビスピノーサムに、多分頭が潰れて多頭になったオベサ、可愛いギムの狩り機多いです。4頭のオベサ、そしてトム続きますね。そしてここら辺は全然まだ実は一番知らないんですが、ユーフォルビアのロンギツベルクローサですね。ちょっとね、トライしてみたいんですよね。でこちらがエチュベルクローサですね。なんかね、そんなにいわゆるユーフォルビアみたいなエキセル大丈夫らしいですね。そして今回のお目当ての一つ、 3D プリントバッチのヤバチですね。結構ね、ご存知の方も多いかなと思うんですが、実はね、岩さんまだ持っていなかったので、お、いい機会だと思ってね、ちょっと今日狙っておりました。このカラーすごいね。画面越しだとどういう色かよくわかんないね。そう、ヤバチってね、なんか黒い色のイメージがあったんですけど、今回ね、かなりカラーバリがあって、すごいね、選ぶのが悩ましかったですね。どの色もいいんですよ。派手な色とかもね、いいし、もちろんね、シックなのもいいし、でね、今この左に見えてる手に持ったね、これとかもちょっとね、画面だと分かりにくいんですけど、半透明のフィラメントがおそらく使われていて、光がね、透ける感じとかとてもかっこよかったですね。というわけで、まあね、この中から一つ購入し、そしてボタ横のタグも無事ゲットし、会場をね、後にしました。もうね、あっという間にクローズの時間になっちゃいましたね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。東京ね、1日イベント巡りというわけでお届けさせていただきました。思った以上にね、ちょっと出費してしまいましたね。でもね、それぞれのイベントショップさんとても楽しかったです。というわけで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。